ございます。よろしくお願いします。お願いします。朝はいつも出社されるのこれぐらいですか？そうです。この時間です。早起きは得意な方ですか？早起きは苦手だったんですけど、いざ働いてみて慣れました。朝は週末から寝てる感じですかね？もうこのまま現場入っちゃいますね。普段はウインナーソーセージの製造に携わっています。塊肉を機械に通して、まあ、ひき肉にしたりだとか、あとはそのひいたお肉に香辛料や塩、添加物を混ぜ合わせるっていう作業をしています。今日はミキシングといって、ひき肉に香辛料を混ぜるっていう作業をメインでやっていきます。今何されてるんですか？今歯の検査して欠けているとやっぱ製品が入ってくることになるので、使用前点検ということで確認します。今日はサラミをまず先に作っていきます。凍った油を砕いてる。細かく。っていうか粒の大きさっていうのを決まってるので、それ今調節してる感じです。まんべんなく入れるっていうのを気をつけてます。難しいところはやっぱりその粒の大きさを決まってるので、それに合わせるっていうのがやっぱり難しいところです。この機械自体は今日はこれでおしまいなので、今その作業が終えたということで洗浄作業します。ウインナーですね。ひいた肉にまた香辛料とか添加物を混ぜていきます。これ練り上げるっていうんですけど、その時出す時の温度が10度以下って決まっているので、氷で温度を調節するって感じです。気をつけてることはやはりあれです、温度管理っていうところで、氷の量をちゃんと調節できないと10度以上になったりしてしまうので、そこは気をつけてますし、あとは香辛料とかもやっぱりまんべんなく入れないとダマになって不良になってしまうので気をつけてやってます。慣れるまでは大変でしたけど、
今は結構得意な方なので、この作業は。香辛料とか入れる順番、漬け込みっていう作業なので、これを3日寝かせるっていうので、まだこれは製品にならない段階なので、香辛料とか入れる順番とかあったり、入れるものもやっぱり違うので、そこをやっぱ頭に入れるっていうところでは、やっぱ慣れるまではマニュアルを何度も見たりして覚えました。今日はこの作業を繰り返しっていう作業になります。休憩はいつもここで一人って感じ。そうですね、なんかスマホをいじったりぼーっとしたり寝たりしてます。ここまで来るとやっぱ疲れたかな。そうですね、疲れますね。休憩中は座れるので、それで結構体力が戻りますね。今日はこの量をミシングしたって感じです。量的にすごい量。今日はさっき計算してみたんですけど、3.5 トンくらいですよね。でも慣れたら結構回数も量もこなせるようになってきたので、慣れるまでは大変でしたね。また成果はすごいありますね。お昼はいつもここで食べる感じ。そうですね、いつもここで食べます。社食みたいな感じ。社食いただいてます。小林君については、入社して研修を、新入社員はみんな研修するんですけど、その際にもちょっと一人こう目立つじゃないですけど、すごいやる気があって、向上心持って、研修の方も取り組んでいたので、最近の若者にしてはちょっと珍しいようなハングリー精神というか、向上心持った青年だったので、第一印象からもう好印象の、若者っていうイメージでしたね。今の日々の業務でも、なんか疑問に思ったことであったり、自分で、できなかったことがあれば、もうその都度すぐこう私であったり、職場の先輩であったり、その辺にすぐその場で聞いて、その場でもう自分で納得できるまでっていうところがあるので、その辺で、最近の若者にしてはちょっと珍しいタイプ、会社としては求めている人間だなっていうふうに思ってます。お疲れ様です。一日どうでしたか？終えてみて。終えてみていつも通り順調に仕事ができて、定時にも帰れたので、しっかりタスクはこなせたのかなと思います。朝は結構早かったですけど、疲れとかはどうですか？そうですね、でも毎回こんな感じなので、もう慣れてますので、常に全力でやってるので疲れますけど、いい睡眠につながるのでそこはいいことだと思います。今日この後はどうされる感じですか？友人と夕ご飯を食べに行きたいと思っているので、帰ってシャワーを浴びてゆっくりして、ご飯を食べて早く寝たいと思います。じゃあ今日一日本当にありがとうございました。ありがとうございました。お
疲れ様です。お疲れ様です。やはり不良を作らない、不良品を作らないで、なおかつその効率よくたくさんいいものを作っていくっていうので、やっぱり達成感というかやりがいは感じます。まだ覚えようと思えばたくさん仕事があるので、まだ他にも自分が知らない仕事を覚えるってなると、まあ全部こなすことができるのかっていうのに関しては自分の中では不安っていうのはあります。僕の中ではそのいい上司になりたいっていう夢、目標があるので、まだ入社して2年目でまだ後輩も少ないんですけど、まあ、自分がいざ上となって、まあいい上司だなとか、その背中を追いかけてもらえるような上司になれるように、これからも頑張っていきたいと思ってます。